いやでもハリルとかよりもいい、どうなんだろうね。ハリルの方がいいでしょ。ダメなの？どうなんだ。いや難しいところで、ハリルはレシピのこだわり強すぎて、いやその食材でそれ作るんすかみたいな感じだったけど、ね、森保さんに関しては、いや毎回塩振って焼いてんなみたいな。だから素材良かったらいいけどみたいな、その塩焼きだけじゃ今日の料理の鉄人勝てませんよみたいな。そうだね。積み重ねはないよそれ、だからガチャよ最後は。運ゲーみたいな。でそれがあれだよ、だからユナイテッドでブルーノ・フェルナンデス来てめっちゃ良くなったみたいな感じで、久保建英が中心になってる代表になったら多分いける。ああなるほどね。だったらブルーノいなかったら地獄じゃん。そうだ、ね、スールシャルの、うん、スールシャルと森保さんもこの政治家的な立ち回りはうまいところと、細かい修正苦手だけど、撤退守備に関してはちょっとできてみたいな。なるほどね。で基本的には選手の能力任せっていう、もうでもそういうのも古いんでしょ。攻撃はデザインしないみたいなとか。それがさ古いんだけど、攻撃デザインしない分相手にボール持たれんじゃん、選手の質いいとそれでカウンターで勝つのよ。ああなるほどね。だから日本もまあ、本当久保がブルーノ・フェルナンデスの立ち位置になれる時が日本が一番強くなる時だ。なるほど、ね。まあ、森保さんのサッカーだったら。ああまあそうね。